ここは香川県高松市琴電河原町駅です。サンライズで酔ってしまった宇宙人ですが、復活したので早速本日の目的琴電に乗ろうと思います。私が今回乗るのは琴電琴平線です。ここ河原町駅はターミナル駅のような感じでしょうか。この駅から路線が分岐していきます。風が強いです。この日の高松はだいぶ寒かったと思います。立派な駅ですね。ありました、2番線琴電琴平駅です。立派な改札もあります。私が持ってきたスイカももちろん使えます。うわー、立派なホームだ。地方の私鉄ってなんかいいですよね。来ました。私はこれに終点まで乗りたいので琴平宮に行きます。普通は琴平宮に行くために乗ると思うんですが、私は乗るために行きます。変に乗り鉄をこじらせてしまった宇宙人はこうなります。目的が逆になってしまうのです。変わらずでございます。毎度ご乗車ありがとうございます。2番線に到着の電車は立林公園、仏像山、滝の宮、琴平行きです。お忘れ物のないようご注意ください。琴電高松琴平電気鉄道は香川県に3つの路線を持つ私鉄です。高松築港駅から琴電琴平駅までの琴平線、河原町駅から長尾駅までの長尾線、
河原町駅から琴電志度駅までの志度線の3路線があります。そう、先ほどの河原町駅から分岐しているんですよね。今回は行っていませんが、河原町駅には立派な駅ビルもあります。そして河原町駅付近が JR 高松駅付近よりも栄えているとか。そして琴電の車両は関東の私鉄から譲渡されたものです。睡魔が襲ってきました。実はサンライズの中であまり熟睡できなかったのです。ですがカメラを回すというミッションがあるので寝るわけにはいきません。どこだここ。もうそろそろ終点に近そうです。いやー、のどかでいい景色だ。来ました。琴電琴平駅です。この子が私を運んできてくれました。可愛いですね。さて、当初の目的を果たしてしまったのですが、まだまだ時間があります。ちなみに鳥居の向こう側が JR 琴平駅です。時間がたくさん余ってしまったので琴平宮に参拝しようと思います。いいですね、このいかにも参道って感じの通り。うわー、いいなー、こういう景色。歴史ある参道です。この辺りから気づき始めました。もしかして結構しんどいやつでしょうか。でも来たからには進んでやろうと思います。
やっと門が見えました。ここはまだまだスタート地点です。お、なんかありそうですね。本宮までの道のりはまだだいぶあります。なんかエネルギーチャージできそうな場所を見つけました。とりあえずここのカフェで英気を養う作戦を決行します。塩キャラメルソフトとアイスコーヒーです。実はまだ食欲なくてご飯を食べていません。今のところアイスしかお腹に入りそうにありません。さて進みましょう。みんなだいぶ息切れしています。もっと体調が万全の時に来るべきでしたね。でも体を張っているという面においてはだいぶ YouTuber っぽくていいじゃないでしょうか。だいぶ雰囲気出てきました。おお、神秘的ですね。ここに来てまるで心をへし折るような階段です。ここは気合で登るしかなさそうです。気合があればきっと何でもできます。この宇宙人少々体育会系です。気合と根性があれば大体何でもできると思っております。着きました。見てくださいこの景色。そりゃ道中きついわけですよ。参拝しようと思います。
琴平宮御祭神は大間主の神と崇徳天皇です。崇徳天皇は本州では怨霊扱いですが、この香川の地ではめちゃくちゃ愛されているそうです。香川県には崇徳天皇ゆかりの地がいくつもあります。確か方言の乱の後にこの讃岐の地へ流されたんでしたよね。きっと陰謀に巻き込まれたのでしょう。残された和歌などからはお優しい人柄が伺えます。百人一首にも和歌が入っていますよね。御朱印ももらいました。おみくじは吉でした。御保津姫の社、大物主の神の妻だとされている御保津姫が祀られています。なんかここに一円玉を浮かべて沈まなかったらいいらしいです。そろそろ何か食わないとうどん屋を探します。食欲がないのでうどんしかお腹に入らないと思います。香川がうどん県で助かりました。実はこの宇宙人、地球での祖父母が香川の人なのです。うどんは讃岐うどんで育っております。懐かしの味です。